ここは落ちた。そして古野が抑えました。今ので古野は B2 個人通算1000リバウンド達成です。そしてすぐにダンク。さあ長くボールを持っています。ショットクロック10秒切ったところで動いていくホールモナレックス、坂田とのマッチアップ。坂田を押して押してねじ込んでいきます。ホールモナレックスで送る。さあ右から入ってくる。坂田を避けてレイアップ、お見事。さあ愛媛は古野がボールを持ち上がるバックパスからのクリーナー、代わってクリーナーが持ち上がる愛媛。河野、昨シーズンのスリーポイント王の河野からフェルプス、流れるようなボール回しです。青森のポジションです。3週間ぶりに出場している相田圭介。さあ桃乃木フルのミドルポスト、ここからフィッツジェラルド自らリバウンドを奪って、そしてエンドワン、ゴール下ねじ込みます。この拮抗した状態抜け出していくでしょうか。ここはフルノが手をかける。内田外へ、モンゴメリースリーポイントシュート、今日2本目。戻す、詰めた、前にはフルノ、スペースが空いていますが、さあデイビスゴールした。リバウンドデイビスです。さあここからモンゴメリー、モンゴメリー、先ほどからデイビスがリバウンドを多く取っています。さあモンゴメリーかわして、そしてバスケットカウント。なおも愛媛のポジションは続きます。星野はフェルプスへ囲まれながら決め切る。フロントコートにボールを持っていく、もう自ら切り込んでいく、決めていった。意地のレイアップ池田雄一。フォルマーレックスからいけない。ショットクロック残り5秒、短くなってきていますが、ここはフェイダウェイ、落ち着いています。アレックス・デイビス、第4クォーター残り2分30秒という場面。愛媛は古野、さあ右のウィングからのスリー。さあ厳しいチェックを見せるのは平、こうかわしてドライブ、得意のドライブ、そしてリバウンド、ホールモナレックスが抑えて第4クォーター終わりました。92対77。